りその稽古の初期の段階で俳優同士が話し合わないとしいんだな。で自分自身でこう実際稽古で自分はこうやるよって舞台で表してしまう。少しだからギクシャクする時間みたいなものをキープしてほしいんだね。いるんだよね、なんか違ったことやると怒るやつお前本番入ってからそれ変わったことやったらあれだけどさ、まあいいの、思ったらやってほしいの。セリフが伝えられるもの、あるいは逆に言えば、観客はセリフからキャッチするものがゼロじゃないです、もちろん。でそれは重要なセリフもあるし、だけど基本的には観客は見てああだとかこうだとかって考えるものなんですよ。セリフはまあ、つっかえ棒なんで以上のものではないと私は思っていて、だからそれぞれが2本の足で立たなきゃいけないんですよ。セリフに頼りすぎない。でセリフの内容をなんか説明しようとしすぎないらしいの。説明の道具のためだけに使ったらかわいそうなんだよ。だから要するにこう人間は2人しかいないけど、もう一つ登場人物がいるんだって、カバーというと、そのカバンをどういうふうに使ったらカバンがカバン以上の何かに見えるのかっていうことを考えるので、そうするとカバンが面白いよねっていうふうになると、カバンの方に観客の視線が行くように真剣にはどうしたらいいのかって考えると、自分の芝居が楽になるんだよ。人はいつも 100% 出してないと力を 90% ぐらい、今日 90% しか出さないと明日はその 90% の方があるので、どんどん客から遠ざかって、手を押す。